さんこんにちは、フラワーティスジンです。今日はこの豪華な中原とともに登場しました。まあね、見てわかるように今日はこちらの赤バラの花束の作り方を皆さんに紹介します。このゴージャスなね、花束の作り方ぜひご覧になってください。では始めていきましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。まあね、こういう大きい赤バラの花束の場合は、このように置いて作ってしまうのが一番簡単です。では早速いってみます。本数にもよるんですけど、まずね、このトップにだいたいこう5本ないし、まあ7本ぐらいのバラをこう置きます。その時にここね、平行にこう置いちゃう人いるんですけど、平行に置くとはっきり言ってすげえダサい花束になります。なのでここのがトップだとしたら、ここから緩くこう弧を描くように花を落としていきます。で、次に来る、まあこれが例えば次に来る、まあ7本でやるんだったら、ここも少しこう落としていくんですけれども、まあ、今回5本で、この次の段階ですね、この下、このバラよりちょっと低く、ちょっとだけですよ、ちょっとだけ低く、置きます。バラが微妙にこう右曲がってんのと左曲がってんのあるんですよ。で、その結構みんなね、気にしないでやる人多いんですけど、右曲がってんのは右に配置していかないと、後々結構こういう大きい花束でも苦労します。トップから落とし、でトップからこう左右にこう描くように落として、前もこう描くように落としていきます。で、この横に今度ね、こう入れる場合は、これより落として、ここより縦も落とす、こうですね、この位置ですね。はい、ここの弧を描いて落ちてくる部分ですね、前にこう落ちてくる部分ですね、こう前に落ちてくる部分と横に落ちてく部分、こちらをしっかりと弧を描くようにしてください。ではね、結束して正面から見てみましょう。こちらの花束はいかがだったでしょうか。ポイントはさっきから何度も言ってますが、トップからこう弧を描くようにこう花が落ちていくこと、花のトップがね、こう落ちていくこと、そして横から見てもこうトップからこう弧を描くように落ちていくこと、これが重要です。一列にダーッと並べていく人いますけど、あれは超ナンセンスなんでやめた方がいいです。あんな花束作るようだったら花束作んない方がいいです、逆に言ったら。こういう花束を作るときは、こう描くように、こう描くように作るのが一番綺麗に作るポイント、それがプロです。はい、皆さんもこのね、プロの技をできるように
頑張ってみてください。一直線に並べていくのはアマです。はい、ではまた次回素敵な花束アレンジメントを作っていきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time.